自分の人生狂わされたって思うようなことあります。人生狂わされた。いや実際俺あるんですよ。俺まあもともと確かに幼少期の頃からアニメとか見てたんですけど、実はオタクと呼べるほどではなくて、その時に中学2年生かなの時に、その自分の友人がいわゆるライトノベルっていうのを読んでいたんです。で、なんだろうその話、何読んでるのって聞いて、そこで初めてまず出会ったのが、俺の妹がこんなに可愛いわけがない、はい、で、出会って、あ、こういう世界があるんだっていうことで、どんどんとハマっていき、で、次に狂わされたのがアニメ軽音でしたね。自分の友人がギターめちゃくちゃかっこよく弾いている動画を上げていたんですよ。本当にかっこよくて、その時ね、軽音の楽曲とか、あと軽音以外で言うと泉谷ハルヒの言うとゴッドノーズとかめっちゃかっこよく弾いたりとかして、あ、すげーと。もともとエレクトーンばっかやっていたんで、そっちじゃなくてこういう楽器の楽しみ方があるのかっていう衝撃バーンって受けて、で何やってたのって、やっぱり軽音のって言って、何それ知らないって、だから軽音楽の、軽音楽知らないって言ったの。でそこで出会って、うわこんなのあるんか、俺は軽音楽を高校生で絶対やりたいって言って、高校見学の時 もう軽音楽部があるとこどこですかそこ行ってみたらしい。いや確かに俺のね、2個下くらいの後輩の子たちから軽音見て楽器始めましたって言って軽音楽部入ってくる子が。よし。なるほどね。ああ。まあでも確かにね。あの時はすごかったからね。そうだね。もう我々はもう音楽やってって。そう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 。もうやってて、バンド活動してて、あ、軽音ってアニメやりました。めっちゃおもろいやんってなってた時。なるほどなるほど。あと他で言うと、今例で軽音出しましたけど、あと他だったらスポーツ系のアニメとか特にそうじゃないですか。スポーツ系のアニメとかは、それが流行った時期は結構このスポーツを習いたいって言ってたわけです。ああ、なるほど。その部活の部員が増えたりするんだ。自転車とかね、サイクリング。ああ、岩虫ペダルとか。あと、いつだっけな、去年おととしあたり一番流行ったのは将棋ですね。将棋。ああ、なるほど。最近わかります。3月のライオンとか。3月のライオンね。うん。他にもあるんですけど、めちゃくちゃブームが来て。カルタとかあったね。ありましたね。ああ。リハヤフィールとか。要するに、もうその作品を見て、もう私もこれやりたい、僕もこれやりたいって、じゃあそこでの人生の転換点じゃないですけど。転換点なんです、それは。なるほど。もうターニングポイントになるような、まあ、狂わされるとは言わずしても、あ、俺はここで物の考え方が一個変わったっていうよ。ああ。そうなんよ、俺、アニメとか漫画ではないかもな。ほんまですか。いや、なんか常に、趣味というか、ちょっと怒られるかもしれない、暇つぶしというか、そういうもので寄り添っていてはくれたんだけど、だから俺からしたら週刊少年ジャンプを毎週買って読むのと同じ感じだった。毎週深夜アニメがやってるって見るのが。ああ、なるほど。週刊？俺中学生くらいの時に、中学か高校くらいの時に深夜に攻殻機動隊やってて、で、もともとサスペンス系とかミステリーの話が好きだったから、それでなんか、あ、似たようなことやってるって、アニメでやってるって、ちょっと SF 感って面白いなって攻殻機動隊を知ったのは結構深夜アニメを見始めるきっかけだった。深夜にこんな面白いことやってんだみたいな。で、結構夜更かしが多くなった。結構寝るのが3時とか4時が当たり前になった。多分そこまでこう面白くて見るってなったら、多分ふと思い当たって、ふと思い当たるのが、俺だったら、俺なんでこんなに面白いって思ってんだろうって思います。あー、そうか、俺そこまでいかんかったな。俺なんでこんな見せられているんだろうみたいな。あ、なんかどうしてその世界観が好きになったんだろうなとか、ふとどこがこの自分を引きつけてるんだろう。ああ、いや、そうか。俺は、だから、その、なんか深夜まで起きちゃうっていう習慣になっちゃってて、体が。はい、そもそも、もう中学生くらいから。はい、中学生っていうか、もう深夜2時くらいまでずっと起きてたわけ。はい、そうするとさ、もう、起きるってのは決定なわけ、自分の中で。あ、決定事項。もう寝れない。寝れないから起きるは決定事項で、はい、その間、時間潰さなきゃいけないなっつって。はい、そうすると、12時か2時くらいの間に、やるわけよ。
深夜アニメやってるわけ。はい。で、見てるの。なるほど。だから、なんか、あ、こういうのあるんだ、こういうのあるんだって、面白そうなやつをピックアップして、見てただから、はい。だから、新アニメを見るために起きてたじゃなくて、起きてたから新アニメを見てるなって。そう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 。だから、アニメに人生を狂わされたわけではないけど、常に俺の中でそういう新アニメとか寄り添っていてはくれたなって感じ。ほうほう。だから見てる。し、そういう、そう、だからあんまり、何、アニメだからオタクだとかってあんまり偏見なく見れてるっていうのはある。そう、なるほど。うん。もう俺、幼稚園の頃が決まってたと思う。決まってたと思う。うん。いや、なんか、その当時は意識してなかったけど、うん。幼稚園の頃に、あのね、普通にまあガンダムとか見てたし、あと、あれも見てた、あの、勇者シリーズ。スパロボとかやったことある人だったら、ガオガイガーとか有名だよ、勇者シリーズだ。へー、ガオガイガー、名前はわかるけど。なんか、そういう、それの、まあ、勇者特急マイトガインっていうのを見てて、で、その時から、すげえおもちゃが欲しかったり、その、ロボットなんだけど、新幹線とか汽車がロボットになるんだけど、なるほど、なるほど。それを、何かと、じいさんばあさんに言って、コンプリートさせようとしてた。全く同じで。一緒だ。もうめっちゃ欲しくて、それ、そういうところからなんか収集癖っていうのが来てたんだな。あった、あった。で、まあ、ウルトラマンとかも通ったし、仮面ライダーも通ったし、で、まあ、徐々に、小学生になっていくにつれ、まあ、ね、いろんな作品を見ていくわけじゃん。だから、もう幼稚園の頃がもうそういう風になるんだろうなって。ああ。が、大人になると、未だに、なんか、好きな作品の、まあ、プラモとかもう全部揃えちゃったりとか。はいはいはい。そういう風な道のりに行くだろうな。へえ、すごい。俺、ズブリは見てたけどね。ズブリは見てた。面白かった。もののけ姫とか俺すげえ見てた。ビデオダビングして。うん。俺言うけど、この間、そのアニメ好きの友達と話せになったんだけど、はい、もののけ姫で、最初に、名前なんだっけ、アスタカが、なんか襲われてるとこ助けて、で、村に歓迎された時に、村人とお酒を交わして宴会をやるんだけど、その時のアスタカが村人と話してる後ろで、どんな宴会をしてたかってわかる。あ、宴会までは俺聞いてなかったな。あのね、これすげえ作画枚数あると思うんだ。本当に？すげえよ。そこのカット、プリキュアの、で、そいつのと話して、結論に至ったのは、プリキュアの変身シーンと同じぐらいの枚数使ってんだろうなってぐらい、後ろの宴会芸のやつら動いてる。俺ピンとこないんだけど、それ。プリキュアの変身シーンの枚数ってピンとこないんだけど。例えばですけど、作画がめちゃくちゃ凝ってるとか、枚数多いものとか言うと、一番ここ最近だと分かりやすい進撃の巨人とかですか。あー、そうだね。進撃の巨人の、ここ勝利シーンとか、もうあれ。それぐらい、もう、めちゃくちゃ動いてる。へぇー。っていうとこまで見ない。要するに原画を何回もこうストロボでパラパラってやって。俺当時小学生とかよ。パラパラがもう。当時小学生とかよ。ビデオダビングして、擦り切れるまで見てたけど。小学生よ、俺その時。すごいんだ。でも俺もなんか実際そういうのあって、例えばですけど、俺の場合だったら、それこそさっき言ったもののけ姫だったら、なんか出てくるたたり神とか、で、おっことぬしって、おっことぬしが出てくる。おっことぬしって何って疑問に思ったら調べたりとか聞いたり。あ、設定をね。ただのイノシシじゃん。で、調べて、で、なんか、九州から来たって言ってるから、じゃあ九州の何かかな。なるほど。もう知らないともう気が済まない。気が済まない。マジか。こういう風に見るようになってしまいます。
なんかさ、やっぱそうなんだよ。俺もナウシカはジブリの中で相当好きで、うん、俺は劇場版が入っちゃうんだけど、うん、でも原作って漫画なんですよ。あ、本が。原作めっちゃ長いんですよ。そう、原作あれ映画だけじゃないですよ、実は。そう、原作めちゃくちゃおもろい。あ、原作の方がおもろい。ああ、例えばな、特にナウシカっていう作品でしたら、アニメがあってバーッと最初から流れて最後までやる、ああいう風に話がまとまって完結でいいねってなってるんですけど、この作に対して外枠の実は語られていないところがない。ああ、何個か原作あるのは知ってる、うん、あるよね、うん、だから、うん、あくまで一部を切り取っただけなんですよ、あれは。そうです。で、まあ原作っていうのはあるんで面白いなってなるじゃん、うん、で、原作買うじゃん買うじゃん。ああ、そう。劇場を見てなんだこの作品は。で、まあ、原作買うじゃん。あれ、ガンシップのフォルムやばくねってなって、ガンシップの、まあ、なんか、プラもないしは、あの、フィギュアみたいのを、買うんですよ。なるほど、なるほど。ここの会社のだったら造形がいいとか。ああ、会社によっても。あ、全然あるわ。あります。ありますよ。まあ俺あんまフィギュアはそんなに詳しくないんで、うん、造形師によってとかあるって。で、男性かっこいいな。あ、宮崎駿が関わってる作品ってなんだ。ってなってきそう。あ、ルパン。あ、ルパンね。そうだね。あ、ルパンのカリオストロめっちゃおもろいな。次元超かっけえ。とかになってくる。なるほど、なるほど。357マグナムってなんだろうとか。全く同じこと今思いました。次元の話した時に、もう間違いなくそこに持ってくんだろうな、今。そう。まあ、いろいろ分かれるよ。次元が吸ってるタバコは何だろうなとか。ああ、タバコめっちゃかっこいいな、吸ってみようとか。どんどんこういろんなところからいろんな観点から枝分かれして、いろんな作品とかいろんなものに巡り合う。いましたね。自分、友人にブラックラグーンの影響で、はい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 。タバコはアニメの影響めちゃくちゃでかい。あ、そうなん。そうです。あります。全然そういうのあります。本当に。他にも、なんかそういうのたくさんあると思うんですよ。多分、オタクとして。ああ。なんか作品に、こう、向き合おうと。あるある、全然ある。さっき言ったり、何買ってんだろう。拳銃。何買ってんだろう。とか。そうなの。ある。これこそ本当に一番最初、斬鉄剣何でできてんのそれとか。ああ、斬鉄剣確かに。何でできてんのそれっていう疑問めちゃくちゃ持ちます。材料知りたいね。ただこう刀鍛冶でそんなんできないです。いいもんなんだよ。あ、それをフィクションだからで済まさないで。そうです。なぜ深い設定のところまで、モンキーパンチは考えてんのかっていうところまで掘っていくんだ。うん。だから なんでこんにゃく切れねえのとかさ、なってくるわけだよ。そう、断鉄線に行くとね。そこまで多分見ていくようになりますね。だからそこまで興味があなたないんだろうね。なんか。いや、なんか、なんだろう、興味ないと思って見てはないんだけど、そこまで目はいかないかもね、確かに。そこまで、やっぱりファンからすると、見てほしいんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。その原作者というかね、作画とか制作した人が、そう、こだわって、こだわった場所を 100% 知るのが、こうファンとしては、もう大事であるってことだよね。まあ、どっちかもオタク、一応オタクとしては。オタクとしては。オタクとしてはね。違う、それこそ、なんだろう、アニメ作品、いろんなアニメ作品の中で、もう本当にオタクというオタクが湧いた作品、めっちゃ代表で好きな作品がありますよ。エヴァンゲリオンとか特にそうじゃないですか。あ、エヴァ、そうだね。エヴァはそうだね。エヴァンゲリオンとか特にそうです。なるほど。まあ、確かに、まあ、エヴァは、社会現象ですか。社会現象。ああ。
いや俺も一回ずつ全部見て、なん難しいなって思ったんですよね。俺の場合は難しいなって思って、うん、これ結局何が言いたいんだっていう。何が言いたいんだ、うん、メッセージ。そう。そう。あのね、あのね、あのね、俺の場合は例えばですけど、エヴァンゲリオン見て、例えばですけど、ダニエルって、何それってなって、調べて、俺結局旧約聖書を見る。初めて。マジで？やったりとか。いるね。そこで初めて、いるいる。ちょっと、要するに何、何そう、あるある。いうの知ったりとか。ある。エヴァはそうだね。エヴァ好き、なんだろう、俺は、どっちかっていうと、そんなにエヴァグッと来なかったんだけど、世界観の、あの、設定とかは、すごい、庵野監督すごいなって思った。ただ、その、なんか、どうしても、キャラクターにフォーカスが当たりすぎちゃってて、ちょっと、あんまり、好ましくなかったっていうタイプだったんだけど、はい、でも、そういう人間からしても、あの世界観を、あの、表現してる、考え抜かれてるっていうのは、もうめっちゃ調べたし、結構調べるよね。やりますね。だから、結局、今、最初こういうことするよねっていう話から始まってますけど、でも実際に向けている視点っていうのが、本当に別々なんですよ。一つの作品に対して、最初言った音響に向けていたりとか、設定に向けていたりとか、で、さっき、それこそ、物の君かな、と話で言うと、作画これ、どれぐらい書いてるの、要するにアニメーターの人の方に、こう、目を向けるようになってきます。これは何をしてるの。へぇー。新劇場版の、あの、レールが変わる音めちゃくちゃかっこいい。モノレール。超かっこいい。ほんとに？うわ。劇場で聞いたときに、うわってなった。へぇー。そんな熱心なシーンじゃないけど、うわ、こうすげぇなぁ。ってなった。あります。で、自分は音響関係で言うと、それこそさっき言ったガールズ&パンターの劇場版流行ってるから俺最初見に行こうっていう話だったんです。で、俺まだそのアニメ見たことなくて、絶対それ見てから行った方がいいぞってお宅の友人に言われて、分かったって言って、全部見て、OVA まで全部見て、漏れなく見て映画好きに来たんですけど、最初こうシーンが始まって、途中、思いっきりでっかい一発鉄鋼弾が、の、貫く音が聞こえるんですけど、もう、圧倒的すぎて。ああ。なんていうか、金属の擦れる音、微体が土を噛む音とか、っていうのが、あ、こんなところまでやってんのみたいな。なるほどね。気づいてしまう。もう気づいてしまうんだね。すごい、二回目だけどさ、こう、がっつり好きなね、人の話をね、聞くのは、二回目だけどね、やっぱ目の付けどころは似てくるね。二人ともね、こう違うとこが好きだって言ってもさ、はい、だから、こう、うん、こっちが話すと、ああ、わかる。こっちが話すと、ああ、わかるっていうふうになるじゃん。いや、もう、だから、結構ね、なんか、オタクって、な、とかってさ、なんか、アンチ湧いたりとかするじゃん。でも、それ取っ払うと、結構、その作品が好き嫌いとかって分かれるけど、着眼点はみんな一緒なんだな。そうだね。こだわりとか。こだわりとか、まあ、知的探求心。あ、そうだね。どっちかというと、それがめちゃくちゃ強い。なるほどね。そうは思う。いや、すごいね。いや、すごいな、だよ、なんか一言。じゃ今、今回はさ、なんか、全体的なアニメーションとしての話をしてるけど、うん、それが仮に、うん、あの、好きなアニメの話になったら、もうひどいことになる。当然、時勢が違うね。そう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 。ひどいことになる。もう、なんか、え
本当に肌から見たらついていけなくなる。なんかもうその一分野に対しての大学院博士号を持ってるみたいな、そんな感じですよ。みんなね、やっぱり熱い思いを持ってる人たちが多い。なるほどね。なんかそこまで熱くなれる。アニメにはなれないかも。なんか他にどうでもいいんですよ。アニメに限らず。いやなんか、うん、いやまあ音楽はだから頑張ってる方だと思いますよ。その、はい、全部を知りたいというかさ、音楽やる上では全部ホルダーレスケーブルの知らなかった。いや名前は知ってるけど、そうだね。えだからさ、まあ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 。ドラムの全部ね、深いところまで知りたい、ベースの深いところまで知りたい、ギターの深いところまで知りたい、ボーカルの深いところまで知りたいとか、そういうことですよ。音楽制作の深いところまで知りたいとかさ。はい。まあでも、今話聞いてて思うのは、俺はやっぱ、ゼネラリストタイプ。はい。で、二人やっぱスペシャリストタイプなんだなって。ああ、なるほど。改めて思うの。なんだよ。いや、なんか、まあ確かに音楽にね、そう、気持ちをね、注げるのは素晴らしいことだけど、うん、なんかもっとそういうさ、まあドラマでもいいしさ、映画でもさ、なんかそういうのが増えていくと、人生豊かになる。そうだな。